読売新聞の山本です。1点伺いたいんですけれども、北陸新幹線の関係でですね、お考えを伺いたいんですけれども、北陸新幹線をめぐっては現在敦賀から新大阪に伸ばすまではですね、オバマのルートというのが基本だと思いますけれども、現状は米原のルートについてもですね、他県の方であったりですとか、一部その議論について進んでいる部分もあるかと思います。現状、吉村知事としてはこの北陸新幹線のルートについてどのようなお考えをお持ちになっているのか教えていただけますでしょうか。北陸新幹線については一日も早い全線開業、これが大阪の目標であり方針です。今敦賀まで来ていますけれども、一日でも早く大阪まで全線開業するということが大阪の基本的な方針、この方針に基づいて、その関係者とも協議した結果ですね、今あるのがオバマ京都ルートが関係者間で全員で向こう入りしているルートになりますので、オバマ京都ルートというのが現時点で採用している考え方ですし、僕自身もその考え方です。たださまざまなところで米丸ルートについても再燃というか見てもあるというのもその通りなので、それはそれでしっかりとしてもらえたらと思いますけれども、僕自身はオバマ京都、これが関係者、行政も事業者も国も含めて合意しているルートですから、一日も早い大阪まで全線開業するという意味では、やはりその関係者の合意がないとそもそも成り立ちませんので、オバマ京都ルートを支持をしています。その関係で一日も早いということを考えると、米原の方が早く進むのではないかという声がその米原を支持する人にはあるわけですけれども、その点についてはどのようなことになりますか。ただこれはやはりその事業者も含めた関係者の合意っていうものがないと鉄道というのは進みません。米原ルートも含めてオバマ京都ルートどうするかっていうことを議論し、そして大阪府としてオバマ京都ルートがこれは他の関係者も含めてこの議論を踏まえた結果適切だという行政として認識決定をしておりますので、現時点において僕自身もその考えです。